に待った日が今日やってきました。辻会という会社、人生を考える会社、やはり自分がどんな風に生きていくのか一番大事なテーマだと思ってまして、そういう話ができるシェフと出会いたいとピンときたんです。この人と、ここじゃないと聞けない話、楽しい一日を過ごしください。住民の人たちの生活にどれだけ入り込めるか、子育て世代、はい、はい、ロックオンです。僕の名前がね、哲郎っていうんです。哲学の哲に朗らかの朗と書いて哲郎です。今まで僕は自分一人で生きてきたわけではなくて、たくさんの人に支えられて導かれて今があるんですね。今度は社会に対して、お客さんに対して紹介する場所、うちのお店の名前は日本語訳すると哲郎と愉快な仲間たち。日本のどこでどの場所で店を出しても作り出していくものってのは明確であれば、ちゃんと店もできるよね。そしてそれが日本の中で埋もれずに世界にも発信していけるお店だよね。そういうモデルケースを作りたいって思っている。こういろんな種類のお菓子をとにかく揃えたいと。で、そこのお店に来る意味っていうのをすごく明確に あるお店がやりたいなって思ってたんですね。このお店のお菓子の種類っていうのは、一回来た時に、こんなにあるの、これも食べたいな、あれも食べたいな、でもこんなにあったら選びきれないよ、またもう一回来なきゃねってつながってくれるかなと。自分は最終的にこういうお菓子作りをしていきたいっていうコンセプトがもう見えてきた時が僕はその時だと思いますし、自分の表現をしたい、自分の形にしたいっていう時がもう開業するタイミングだと思った。ゆっくりとっていう、そこの響きが僕すごい好きで、家でゆっくりコーヒーと、紅茶でもいいんですけど、お菓子を食べるときってすごい贅沢だし幸せな時間だなって、コンセプトもこういう時間にしました。そのコンセプトがあるから1日これぐらいの生産量と販売量、事業計画、はい、このあたりにはもう固まってましたね。お店やれよ、お店やれよっていうのはずっと富田さんが後押ししてくれた。だからこそ僕は起業するって決めたんですけど、まず最初に富田シェフに報告した。その後に家族に、報告して、でそので了承を得てから、事業所の、社長に伝えました。決めたのは自分の家の近くではないんですけども、そういった動きを実際に動き出してからはだいたい10ヶ月ぐらいです。ここかなって思ったらさっき誰かが申し込んでるから、僕の場合は、オープンをもう、4月って最初に決めるんですね。保険取得を、何月までにしなきゃいけないっていうのも僕の中であったんですね。ある程度妥協はしたんですね。保険をこうあるときにちょっと裏路地でとかちょっと静かなところでって、本当によくあるやつだと思うんですけど、本当に隠れ家が隠れちゃってお客さん来ないから、お客さんが来るってなると本当に経営していけないの、ね、で、そう考えた時に森山シェフのお店も間口が広くて、こうパッて見た時にはっきり言ってあれ何って思っちゃうような場所がいいよっていうアドバイスをしていて、これに関しては僕は本当に早ければ早いほどいいんじゃないのかなと思っていて、よく開業するにあたってまだ物件が決まってないからとか時期が決まってないからとか、そういうようなことをよく言って、実際まだ募集をかけない募集をかけないってしていて、実際物件が決まりました。1ヶ月後から仕事を始めます。仕事やるので募集始めます。人来ないですか。この採用準備っていうのは僕は早くから始めるべきだろうと。何を作りたいか、お菓子職人であり自分の納得する満足いくのものを
手間をかけてでも作りたいっていう、売れる商品でも、効率と品質を優先していく商品もある、こんなんがやりたかったっていうお菓子って多分あの皆さんあるんですよ。これがやりたくてこの店やったんだよっていうアイテム、それが、うちのモンブランですね。これは僕がもう納得いくまでこだわって、もう材料費のことも考えずに作った商品、原価も高いですけど手間もかけてます。それは僕が一番こだわってるアイテムだからですね。経営していく中でこんな商品ばっかだったら当たり前ですけどお店潰れちゃいますね。だからそのバランスを取っていくためにも商品構成、ここの部分で売り上げを立てる商品を置いといて、例えばうちで言うとモンブランの部分でまあ利益が少ないっていう、そういうバランスを取っていくっていうのが商品構成として大事なんですよね。クッキーセック3個入りの箱なんですけど、これが、オリジナルの、この箱を作って、でオリジナルの箔をしてますね。既製品だとこの箱はだいたい70円ぐらいで買えます。ただオリジナルにするとなると、1個110円かかります。包材が可愛いからかっこいいから買うっていうのを一つの購買の要因となるはずです。これにシールを貼るのか、こうやって箔を押すのかっていうので、シール1枚、うちの、オリジナルのシールでも1枚 3.4 円するんですね。箔押しにする場合だと、10円かかります。そこに7円の差が生まれますね。もちろんその箔を押すことによって全部きっちりしたの、シールは人の手がやることだから歪んだりしたものが出てきて、歪んだものを貼ったシールを剥がそうと思ったらシールの跡が残って使えなくなった、そういったロスを減らすっていうこと、そういう面も全て考えた上で包材っていうのは作っていかなきゃいけない。僕の店で支える一品ということで、熱々凍結カヌレ、僕の固定概念が覆された一品。カヌレはもちろん焼きたてのガリッガリの中ちょっとトロッとした感じが美味しい、もうそれ以外カヌレじゃないって思いながら冷凍するっていう発想がなかったこと自体、もう僕の本当に考え方っていうのを覆された。熱々凍結カヌレをやる前は季節限定、湿度の低い時期にしか出しませんよっていう形でやってたんですけど、まあ、この熱々凍結カヌレをやることによって年中同じ状態で自分の好きな時に解凍して、同じ状態でいつでもどこでも食べれるっていう状態を長く続けられる、毎日美味しく食べれるかなって思える、それがこのカヌレっていう僕の中の一品なんですね。店舗作りね、多分一番みんなが楽しいところじゃない？コンセプトを考えるところが多分ね、最初に一番楽しいところだと思います。で次に計画書とかいろんなところで申請とか、お金が降りる降りないとかちょっと苦しむと思います。でその後にこの店舗作りっていうのがおそらくまたコンセプト考えてる時ぐらい楽しいんじゃないのかなと思うんですね。なんでこの店舗の作り方っていうところをちょっとお話していこうかなと、思っております。これ僕のお店ができる前に僕が書いたスケッチです。これを実際に、具体化してもらったというか店を建てたのはこれですね。デザイナーさんを入れてないです。全部自分で考えてます。こうみんなそうしてくださいっていう話ではなくて、要は自分のお店をどこまで想像していけるかなっていうのが大事だと思ってるんですよね。こうあんまりお勧めしないのが厨房とか外観もそうなんですけど、全部デザイナーさん任せとか厨房業者さん任せにする、これ一番良くないなと思っていて、なぜならこの店舗ってデザイナーに全て任せて、こっちのイメージ最初だけちょっと伝えて立った時って多分一番かっこいいと思います。なぜならデザイナーがデザインのセンスエッセンスを使って作ったから。だけど実際にそこで5年10年15年って働いていくのは自分なわけじゃないですか。小さな小物を買ってそこに飾り付けていくよとか、そこでやっていくケーキの展開をするよ、ケーキのデザインを考えていくのは本人になると思います。そうするとデザイナーに全部を任せた場合と、本人がこれからデザインクリエイトして並べていくものの相違がどんどん生まれていくと思うんですよね。
だからもちろんデザイナーさんにお願いするもいいんですけど、そこの部分っていうのを自分でどこまで関わっていけるかっていうのが、その後自分が5年10年働いていく店舗ではどんどんかっこよくなっていくしかないと思ってるんですよね。自分が何がやりたいか、自分がこうやっていきたいお店、これは自分がやり続けるお店なので、この後に難しいことができてきた時に乗り越えるベースとなるものなので、これが一番大事です。自分がやりたいことで、やりたいことだけじゃダメですよねって話なんですよね。自分のキャパシティ、これをイコールにさせることがまずは大事なんですよね。だから自分が今実際にやってきたことに関して、それを自分のお店のコンセプト、一番の武器としてやっていくには何が重要か、それに対して自分のキャパはどれぐらいあるのか、でこのキャパっていうのも製造だけじゃないです。厨房の中でね、人付き合いがすごく苦手だった、いろんな人とコミュニケーションを取るのが苦手だっていう人が、すごく大きなスタッフを使って仕事するのは正直難しいと思ってます。逆に何人も何人もコミュニケーションを取りながら、自分は苦手だけどこういう人にはこういうところをお願いすればこんなことができるよねっていう体験をすごくしている人であれば、ある程度のサイズ感の規模感の仕事はできるかなと思ってます。だから自分でお店を始める前にいろんな経験をしてくださいっていうのはこういうことで、いろんな経験をしておけばそれだけ自分が表現できる幅が広くなってくるので、お店の規模感っていうのも変わってくると思います。その厨房の中でもストックっていう話をしましたね。これね、この冷凍庫を充実させるってことがまず一つ重要です。でこれなんで冷凍庫を充実させることが必要かっていうと、人数が少なければ少ないほど製造してそれを溜め込む場所が必要なんですよね。お客さんが来てても商品がなかったら利益立たないじゃないですか。その商品をだから準備しなきゃいけない。冷凍庫を充実させた方が僕はいいと思ってます。カルチェの場合は冷蔵庫が 3.5 ぐらい厨房あるとしたら、冷凍庫は 6.5 厨房にあります。機器の選定、ケーキ屋さんをやるのにまず商品構成とそれに必要な機械、優先順位、スペース、資金を考える。ざっくりとお店やるんだったらこれが必要かなって、オーブン、まあ物を焼かなきゃいけないからオーブンで、それを保管しておく冷凍庫、そういうのを日チーズで生菓子なんか解凍するもそうだし、生クリーム入れるときにも冷蔵庫、あとはそれを販売するショーケース、あとはなんか作ったりするのにミキサー、まあ大きく分けたらこんな感じかなと思ってます。オーブン、大きく分けて2種類あるかなと思っていて、コンベクションオーブンとデッキオーブン、まあちょうどここでもあるけど、これコンベクションオーブンですよね、これデッキオーブン、でそれぞれ特徴っていうのはすごくあって、比較的こう幅広くいろんなものが焼けるよね、コストとしてもちょっとこっちに比べたらお値打ちだよねっていうのがコンベクションオーブン、スペース的な問題もっていうイメージです。だから今実際お店をやられる方ってコンベクションオーブンだけを入れてるお店っても結構あります。うちのお店で言うとコンベクションオーブン、あとはこのデッキオーブン、こんな感じで入れてます。ちなみにこのコンベクションオーブン1台でどこまでのことができるのかなっていう講習会を実は4年前にここでやってるんですよね。僕と赤崎さんと森山さん3人で、そこにショーケースを置いて、このコンベクション1台でみんなでケーキを作って、実際に4時間後5時間後にショーケースを全部埋めるっていう、思ってるもんめちゃめちゃできます。冷凍保管庫って呼ばれるものと急速冷凍庫とプレハブ冷凍庫、まあ大きく分けたらこうあるんじゃないかなと思ってます。冷凍保管庫っていうのはなんか皆さんもよく目にする4枚扉とか6枚扉とかされてるようなやつですね。急速冷凍庫って、まあうちで言うと急速冷凍庫の代わりになってるのはこのブラストチラー、これ入れてるんですけど、マイナス35度で一気に凍結します。0度からマイナス5度っていうのを急速に冷やすことによって、ケーキ自体の細胞破壊が行われなくなるので、解凍した時の離水が少ないとか、逆にケーキの焼き上がったものの香りを早く閉じ込めてくれるとか、そういうメリットがあります。ちなみに、カルチェの場合はこんな感じですね。こういうふうに真ん中にブラストチラーがあって、これで急速でかけたものを冷凍保管庫に保管していく。僕もね、お店を支える一品ということで最後にちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、これね、うちクッキーを用意してます。上からね、バニラ、紅茶、パンプル、キャラメル、ショコラっていう順番で並んでます。このクッキー、なんでお店を支える一品かなっていうと、これ実は
あのケーキ作るときに型で抜いたときに生地をなんかこうひし形にできる部分とかあるじゃないですか。あそこの部分っていうのを全部破棄するんじゃなくて、うちは乾燥してクラムにしてます。でうち卵もかつ卵してるんで卵白がいっぱい余ってきます。その卵白とそのクラムで作ったクッキーなんですね。これ売り上げを伸ばしていくってこともすごく大事なんですけど、逆にロス廃棄をなくしていくっていうのもすごく大きな店をやっていくのに大切なことで、うちとしてはこれはおやつクッキーっていう名前で出してますね。プラスアルファここのねおやつクッキーを手に取ってくれたら、これで一人頭の売り上げっていうのも上がってくるし、うちとしても捨てるにもお金かかるんでね、ゴミも減る、自分たちが作ったものをちゃんと販売してお金に変わるっていう、こういうのが意外とすごく大事だよっていうことも伝えて、まあ、僕の最後の授業とこの4時間目終わろうかなと、まあ、思ってます。5時間目売り方、赤崎参ります。うちのお店を支える一品として考えているのがこのマドレーヌです。はい、税込み200円で裸売りで、僕が自分のお店を、通して社会に対して伝えたいことっていうのは、食べ物っていうものは全て、いいタイミングというものがあって、そのタイミングを、ちゃんと消費者に、伝える、例えば焼きたてのマドレーヌとか、作りたてのアイスクリームっていうのは、製造者の僕たちしか知らないコンディションですよね、例えば僕、焼きたてのフィナンシェは僕まずいと思ってます、でも焼きたてのマドレーヌは極上にうまいと思ってます。だからそれをお客さんに伝える努力をする。でそれを商売にする、でお客さんは自分が知らなかったことを、うちのお店で体験できる、それが僕の売り方です。欲しいものを作るんじゃなくて必要なものを提案するっていう、そういう、僕の商売の形、要はコンディションを人に提案するっていうのはこういうことです、うちはお店で、焼きたての焼き菓子コーナーがあるので、11時のオープンに合わせて、できる限り、新鮮な焼きたてを並べるようにしています。作る、売る、売るはカッコ伝えるですよね、でまた来てもらう、これは絶対セットだと思うんで、要はイベントを取りの、逃さない、なんせ何かしら、住民の人らを笑わせる努力をする、ハロウィンとかもお菓子を、ね、子供に配るだけじゃなくて、うちの袖看板、大きな笛ホイッパーがぶら下がってるんですけど、その前で、仮装したお子さんが、記念撮影を写真ね見せてくれたら、限定焼き菓子プレゼントみたいな感じで、お客さん参加型、で実は従業員も仮装してるんです、その日は、僕はちょっと頑なに断ってはいるんですけど、今年 そろそろ逃げられへんかなっていうところですね。やっぱり終わってから数日後に、お父さんお母さんがお店に普通に来られて、こういうことをやってくれると助かるっていう言葉を何回かもらいました、やっぱり毎週毎週子供をどこに連れて行こう、その時に、こんなおバカなことをやってるお店があそこにあるやんけっていう、そのお客さんがまた 来たいなと思ってくれたら、それはそのお客さんにとっては良かったし、これって多分ね形を用意しても無駄なんですよ。接客するここだけ、どういうつもりでその人に、お菓子を勧めるかっていうね、商品はもともと物を喋らないから、必ず人間が物を伝える努力をするっていうのが、僕の売り方です。でそれをするために何が必要かってなってきたら、これもまた目に見えないことを言いますよ。人です、従業員です。お客さんに媚び売れなんて一言も言ったことはないです。販売するっていうことの責任、
はやっぱりこの子らの立ち振る舞い、使う日本語、気がつく気がつかへんというものは全て僕の責任なんです。フィロを代表してあなたに接客してるんですっていう責任感、覚悟っていうものを、僕は求めてるし、そういう話をします。作る、売る、また来てもらう、これは何度も言いますけどセットです。これだけというやつはうちの店にはいりません。これが僕の店の作り方で、店の売り方で、商売人の責任かなと思ってます。